どうもリピさん、今回もエポック切り替えに関する動画の方を提供いただきましてありがとうございます。早速本日の配信から皆さんにお届けしようかと思います。今回もね、3つの動画、275エポック、276エポック、277エポックということで、夏を始めるにね、ふさわしいような結果が出てるんじゃないかなと思いますけど、これ皮肉でも何でもないですけどもね、これから7月8月とエポックの切り替えが7回8回行われると思いますけども、そのためにね、多くの体のユーザーが、そしてステーキングプールに委任されている方が喜ぶんじゃないかなと思います。そしてこの仕組みをね、勉強するためにもこういった動画を送っていただくことってのは大いに意義があると思いますし、まさに体の枝の歴史の一部を私たちもね、担っているという実感が深まるというんじゃないかなというところでですね、私は結構深まってるんですけどね、なんかすごいプロジェクトに関わってるなとかね、その一翼を担ってるんじゃないかなという気持ちもするぐらいでございます。リピさんの方もね、本当に素晴らしい仕事をされていると思いますし、多くの方のためになると思いますし、もしかしたら将来の人類のためにやってるのかなっていうところもあります。いずれにしましても、この体のプロジェクトに一緒に関われてよかったですよね。単なる暗号通貨で儲けるぞっていうふうなね、そんな投資ごとの域を超えて非常に意味深いことをやらせていただいているという気持ちでいっぱいでございます。それでは本日もありがとうございました。すぐに配信させてもらいます。ありがとうございます。